クリサとするなら、AKG。応援よろしくお願いします。いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。さあ今回も面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあそれでは参りましょう。検証スタートです。まずは新しく追加されたエリアは鹿児島にも似てるので比べてほしい。桜島の場所なんかの雰囲気はめっちゃ似てるけど、関東地方の方が若干似てるかなって思います。続いてブレードのダッシュ攻撃を敵と同時に撃つとどうなるのか。ということで、同時にダッシュ攻撃をした場合はすれ違うでした。少しでもずれると早く発動した方がダメージを与えられる。高評価した？あ、忘れてた。高評価お願いします。よかったらチャンネル登録もお願いします。あ、次は、ダンプスターダイビングはリブート後も継続されるのか調べてほしい。隠れられる場所から出た時にアイテムが付与される拡張。この後にカードになってリブートしてもらう。
効果は継続される。しかも一度入ったトイレでもまたアイテムが出るでした。さては次、ブレイドのノックバックに当たって落ちると落下ダメはあるのか。落下ダメあり。じゃあダッシュ攻撃じゃなく普通の攻撃でも落下ダメはあるのか。これも落下ダメあり。さあブレイド攻撃のやり方でダメージが倍いきましょう。まず建築から。普通に攻撃した場合2回当たって150ダメ。これをジャンプしてから攻撃すると倍の300ダメが入る。ちなみにダッシュしてから攻撃をしてもダメージは変わらなかった。しかもジャンプ攻撃すると狙った建築以外にもダメージが入る。これをプレイヤーでやった場合、倍の70ダメ。これ最初の攻撃はジャンプしても35ダメのままでした。ジャンプ攻撃が届かなかった場合はジャンプしてても通常の35ダメになる。なので攻撃するときはジャンプ攻撃をする方が絶対にいい。参考にしてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたらコメント欄、または他の人に見られたくないって人は概要欄のコメントフォームからお願いします。以上、赤ゴリでした。バイバイ。お次。